吉田さん、ネットビジネスを始めたばかりなんですけども、何ヶ月ぐらいで稼げますかね。1万本やったらどのぐらい稼げますかね。こういう質問する人はまあ稼げないですよね。まあ、私たちもね、なんかどのくらいの量でやればいいのかわからないけども、とりあえずやってみたら圧倒的な本数になっていって、売り上げも出ていたって話ですから、なんか明確な目標が、ね、あったわけでもないし、明確な目標を誰かから打ち出されたわけでもなくって、闇雲ですよね。暗中模索。でも霧の中でも打つ手は打ってきたっていうところで、いろんな手を打っていったらやっぱり本数が増えたってことですよね。これだけやってればいいんですよとか、上級者のうまくいったところだけかいつまんでやればいいんですよ、いいとこ取りでいきましょうみたいな、そんなうまくいかないですから、だからやっぱりね、手数を打つのは結果的にそうなるし、でもスタートするときにいつぐらいまでにどのぐらいになるかなって、こんなこと気にするようではもうやってられないでしょうね。実際本当にもしかしたら売れないかもしれないっていう恐怖が、何か行動をね、もう一歩もう一本っていうふうに突き動かしたのかもしれませんし、もしかしたらこれはやばいかもって思うから、いろいろと裏付けをね見たりとか、慎重になったりもしたのかもしれないですしね、メッセージをあれこれ送ってみたりとか、逆にちょっとおとなしくなってみたりとかね、全ては本当に走れメロスですよ。いってらっしゃい。